呪術改戦は、アクタミゲゲによる日本の漫画、週刊少年ジャンプにて2018年14号から連載中。人間の負の感情から生まれる化け物、種霊を呪術を使って払う呪術師の戦いを描いたダークファンタジーバトル漫画。略称は、呪術。2021年29号から作者の体調不良により救済されていたが、同年35号より連載が再開。 本作は、ジャンプギガ2017ボリューム1から2017ボリューム4まで連載されていた、東京都立呪術高等専門学校をプロトタイプ兼成式な前日担としている。後に、同作は2018年12月4日に、呪術改善霊館、東京都立呪術高等専門学校として発売された。2016年11月、奥骨遊布都市には、 婚約者の少女である特級すぎ、呪音霊、祈り本理科が取り付いていた。同級生から必要な嫌がらせを受けていた奥骨は、理科が彼らに重傷を負わせたことで、呪術師に拘束され、死刑を宣告される。しかし兄弟すぎた理科の力に、呪術師側は尻込み、かつ、呪術高専の教師、五条、悟の勧めもあったことから、奥骨は2017年に、 東京都立呪術高等専門学校に転校する。他者との関わりを恐れ、呪術師になることにも生きることにも消極的だった、コツだが、個性豊かな同級生と関わるうちに生きるための自信を持ち、理科を自分から解除するために呪術師を目指すようになる。コツの入学から約1年後、かつて一般人を大量虐殺して呪術界を追放された、 特急図素子夏、油欠が突如現れる。秘術師を殲滅し、呪術師だけの世界を目指す夏油は、奥骨通るの前で2017年12月24日に、新宿、京都で大勢の主霊たちによる、虐殺、百鬼夜行を実行すると宣言する。そして、百鬼夜行当日、夏油割りかを手に入れるため、光線を襲撃する。 安全のため後線に残っていた奥骨は激戦の末に夏、油を倒し、同時に理科の怪獣に成功し、物語は幕を閉じる。始まり2018年6月の宮城県仙台市から物語は始まる。常人離れした身体能力を持つ高校生、いた久りは両親の顔を知らず祖父に育てられた。祖父が逝去した夜、いたの学校に眠る。 呪物の封印が解かれ、人を襲う化け物、種類が現れてしまう。イタドリは、呪物回収のために現れた、呪術師の伏黒恵みと共に、取り残された先輩を救うため校舎へ乗り込む。しかし、そこで窮地に追い込まれてしまい、イタドリは力を得るため自ら呪物、スクナの指を食べ、特急呪物、両面スクナが復活する。その後イタは、スクナの器として、 呪術師に捕らえられ、死刑を宣告される。しかし、特級呪術師の五条、悟の提案により、すべてのスクナの指を食してから死ぬという猶予が与えられる。かくして、いたどは、都立呪術高専に入学し、呪術師としての人生をスタートさせる。シュバラ大天編2018年7月、西東京市の少年院に、特級種例の呪い茨が出現し、 イタドリ、フククロ、そして、釘先のバラが、人命救出のため派遣される。三人は、少年院の内部に入り、完全変態を遂げた、特急手霊と対峙する。イタドリは、フクロと釘先を脱出させ、肉体の主導権をスクナに渡して、特急手霊を払わせる。しかし、今度は、スクナが暴れ始め、イタドリは抵抗した末に、スクナと共に命を落とす。 イタドリ死亡後少年院での事件後、死亡したイタドリは、つくと契約を結んだことで蘇生し、9月に京都港と行われる交流会に向けて、五条の下で特訓を始める。福黒と釘先も2年生の下で特訓していた。一方では、かつて、百鬼夜行を起こした特急図素子、夏、油血が人間の殲滅を目論む特急種類の老子らと手を、 組合役していた。夏、油たちは五条、悟封印の計画を立て、実行日の10月31日に向けて、その準備に入る。養魚と逆罰編2018年9月、神奈川県川崎市で、変死体が発見され、いたどりと一級呪術師の七海武が派遣される。調査の結果、事件の犯人である、特急主霊、正人と、 現場で事件の一部始終を見ていた高校生、吉野淳平の存在が明らかとなる。淳平は自身をいじめた者への復讐のために真人に接触していたが、その後出会ったいたどりと親密な仲になり、その出会いを通して復讐をやめようと決心しかける。しかしその後、何者かによって淳平の実母が殺され、自身をいじめた者が犯人だと思い込んだ淳平は、 呪術を用いて、学校を襲撃する。その後、止めに入ったイタドリの必死の説得により、淳平は改心するが、その直後に、真人が現れ、彼に呪い殺される。その後、新人は、激光したイタドリと合流した七回との激戦の末、大ダメージを負ってその場を撤退する。こうして一連の事件はひとまず収束し、物語は、呪術高専の交流会に向かう。 交流会編交流会当日、板取は、福黒たちと合流する。一回戦である団体戦では、飛び入り参加の板取は、京都校で最強の三年生、東道葵の相手を担当することになる。一方、京都校は、学長の差し金で、つくなの器である板取の抹殺を目論んでいた。一回戦が始まり、早速板取は、東道と対峙する。最初こそは、 一方的に取りを痛めつけていた東道だが突如彼を親友とし徹底的な指導を施す。その途中で他の京都校の生徒が取りの抹殺を試みるが東道と東京校の妨害で失敗しそこから東京校と京都校の自術戦が始まる。しかしその最中に夏油と手を組む首礼図祖氏が高専に侵入し特急首礼 花子が生徒たちと交戦する。福黒をはじめとする多くの者たちが戦闘不能になるが、いたどり、東道の連携攻撃で花子は瀕死に陥り、最終的に五条が参戦したことで花子は撤退する。その頃、新人は交戦が保管していた特急事物を奪取し、撤収した。二回戦は本来の個人戦が急遽野球に変更され、 東京校が勝利する。結果、2018年の交流会は、東京校の優勝で幕を閉じる。キシュライド編交流会終了後、板取、福黒、釘崎は、埼玉県埼玉市に訪れる。2018年の6月から9月にかけて、共通の前兆を伴う、種類の視殺事件が3件起きており、被害者3名は、同じ中学校の卒業生であった。 いたどりたちが現地で聞き込みをすると、被害者たちは自殺の名所である88橋でバンジージャンプをしていたことが判明するが、88橋に種類の気配は全くなかった。さらにその後の調査で、過去に88橋へ肝試しに行っていた現地の少女も、自殺事件の前兆に似た不可解な現象に悩まされていた。これらのことから福黒たちは、問題の種類は、 88橋で作った結界の中で、息を潜め、マーキングした人間をその内側から呪う答えであると、推測し、3人は、深夜に88橋の下で川をまたぎ、種霊の結界に入り込む。しかしそれと同時に、夏、油たちと手を組んだ呪い原 q 合図の会消、を、血塗りが現れ、虎取りたちと鉢合わせる。q 合図の目的は、一連の視殺事件の犯人である。 特急手礼が取り込んだスクナの指の回収であった。その後、福黒は、結界のうちで、特急手礼と、いたどり、釘崎は、結界の外に出て、解消血塗りと交戦する。そして両者とも圧勝し、一連の事件は幕を閉じる。さらに事件後、東堂はおいと命名の名の下で、いたどり、福黒、釘崎、牧パンダの5人が一級術師に推薦される。 過去編この編では、五条悟ると夏、油欠の学生時代が描かれる。海玉編2006年、不死の術式を持つ、呪術界の、要、天元が、本人と適合する人間、聖正体との同化の時期を迎える。同化の2日前、呪術高専2年生の五条と夏油は、星正体、天内道子の同化当日までの護衛を命じられる。五条たちは、 天内殺害を目論む、図祖師たちを帰り討ちにし、同化当日を迎えるが、突如、術師殺しの伏黒神南寺が交戦を襲撃する。神南寺は、万世教という秘術師の宗教団体の依頼で、天内の殺害を目論んでいた。最初に神南寺は、時間稼ぎを図る五条と交戦し、激戦の末に殺害する。夏油は、天内と共に、 天元の膝の元にたどり着くが、後から追ってきた陣南寺に天内を殺害され、夏、油も打ちまかされる。その後陣南寺は天内の遺体を万世鏡に引き渡して多額の報酬を得る。しかしその後、反転術式で生還した五条が現れ、陣南寺は激戦の末に敗北して絶命した。その後、五条と夏油は万世鏡から、 天内の遺体を引き取りに行くが、そこは、万世教信者の笑顔と拍手で溢れていた。玉折編2007年、呪術高専3年生の五条と夏油は、特急呪術師になっていた。五条は、最強として、その実力をさらに伸ばし続けていた。一方夏油は、星招待後への一見から、それまで掲げていた、呪術は秘術師を守るためにあるという信念が、 揺らぎ始めていた。そんな中、夏油は8月に公戦に訪れた特級呪術師の99吉本と言葉を交わし、その結果、秘術師を皆殺しにすればよいという考えが生まれ始める。その後も夏油は後輩の死、さらには9月に任務で訪れた田舎で住人たちに虐待されていた呪術師の少女の惨状を目の当たりにする。ついに夏油は、 猿は嫌いという本音を選び、村の秘術師たちを虐殺して図阻止に落ちた。事件後、夏油は五条に、秘術師を抹殺し、呪術師の世界を作ると宣言し、呪術光線から離反する。その後、夏油は、万世鏡を乗っ取り、呪術師の仲間と共に、その活動を始める。一方五条は、自身を悔い改め、強い仲間を作ることを決意する。 こうして二人の親友は、互いに異なる道を歩むのであった。宵い祭り編過去編が終わり、舞台は現在に戻る。2018年10月19日、呪術高専京都高の二年生、与江光吉が、夏、油たちの内通者をしていたことが判明する。与江は、先天的な体の欠損、不自由の持ち主であり、夏、油たちに協力する際、 大価として、新人の呪術で肉体を治すという契約を結んでいた。与えは同日、夏、アブラたちに内通者を辞退することを告げ、マヒトに肉体を治させる。その直後に、自作の巨大ロボットの走行傀儡を起動しまヒトと交戦するが、最終的に敗北して死亡した。渋谷事編編2018年10月31日、渋谷駅周辺に、 特殊な帳が貼られ、一般人が閉じ込められる。これに対し、高戦は五条悟る単独での渋谷平定を決定し、同時に四人の一級術師の七海竹る、全員自家姫人、草壁厚也、明名が、それぞれ昇級査定中の福黒、釘崎と、牧番が、板取りと共に、渋谷に派遣される。渋谷駅の地下5階に潜入した五条は、老古ら主霊たちと対峙する。 両者は一般人の群衆の中で戦いを始め、最終的に五条は生きた結界、極門強しによって封印される。また、今まで種類と暗躍していた人物は、夏、油欠の肉体を奪った何者かであることが判明した。五条の抵抗によって、極門強しを動かせない中、偽夏は裏一派の中で、宿菜の器の板取りの扱いについて意見が分かれ、 イタドリをめぐる競争を始める。そんな中、生前の値が残したクグツが起動する。クグツはイタドリたちに五条の封印と、ニセナツワブラたちの存在を伝え、イタドリたちは五条奪還に向けて、渋谷駅の地下5階を目指す。声の甲は、アニメ版の声優。呪術高専と立呪術高専教師生と2年生は、前日間、東京都立呪術高等専門学校における。 主要人物である。呪術高専京都校京都校の教師京都校の生徒、補助監督その他の呪術師七回と、その関係者命名と、その関係者全員でその他夏油一派にせ夏、油と、その関係者その他の図素子主要な主例作中で登場する主例の中でも主人公達と特に深い関係にある。主例の集団主原旧合図、明治の初め。 史上最悪の術師、カモ・ケンリンは、種類の子をはらむ得意体質の女性に解人と打体を求回、繰り返す形で生み出された存在であり、旧合図になぞらえる形で個体名が付けられている。後に、特級呪物として、光線で保管されるが、交流会で、真人が1番から3番を奪取し、人間に受肉させたことで、調査を、解消、血塗りが復活した。 なお、この三名以外にも未受肉の個体が存在する。彼らは人間に特に恨みはないが、主霊が描く未来の方が自分たちにとって都合がいい、という長査の考えから、受肉の恩を忘れた上でニセナツアブラたちに協力しているものの、主霊たちに対する信頼はない。旧アイズは、全員母親の記憶はないが、互いに深い兄弟愛を持っている。また、全員が、 自身の血液を用いる術式を持ち、さらに呪力を血液に変換できる得意体質であるため、失血死し,しない。主要人物の親族、友人杉沢第三高校の関係者里桜高校版聖教、字の器の貝夏油の宗教団体性正隊の関係者人間から流れ出た負の感情や、それから生み出されるものの総称。作中で、 日本国内での開始者、行方不明者は年平均1万人を超えており、そのほとんどが呪いによる被害とされている。種類人間から漏出した呪力が檻のように積み重なったことで形を成したもの。人間を襲う危険な存在という点では共通しているが、その姿形や習性は個体によって多種多様である。 基本的に知性は低いが、人間と変わらぬ知性を持つものも存在する。また、階段や妖怪など、共通認識のある、イフのイメージから生まれた、種類は、仮想音量、死後のロイに転じた人間の魂は、音量と呼ばれている。学校や病院のような大勢の思い出に残る場所は、負の感情の受け皿となり、種類が発生しやすい。呪力をほとんど持たない人間は、 種類を払うことができず、個人差もあるが、基本的に見ること、触ることもできない。また、力の強弱に関わらず、呪力を伴わない攻撃はどれほど受けてもダメージを負わないが、呪力を伴う致命的な攻撃をされると消滅する。ただし、両面少ないやのロイハラ q のように、呪物化した後に人間に呪肉したものは死亡しても、消滅しない。呪術界では、 その呪力量や戦闘力に応じ、以下のように4級から1級、特級に、等級分けしている。人口の差により、地方と比較して、都会の呪いは高猾である。種類の発生は日本に一極集中しており、日本国外での発生例は極端に少ない。呪術師呪術を使う人間で、種類を払うために暗躍する。呪術師になれる人間は、 非常に限られており、社会的にはマイノリティな存在。略称は、術師。天与呪縛の例を除き、その全員が、主礼を指認し、払えるほどの呪力を体に宿している。戦術はおののによって、多種多様。術式講師による呪力の消費量や、容量の差はあるものの、非術師に比べて、呪力の露出が極端に少なく、その呪力から、 種類が生まれることはない。ただし例外として、術師自体が死後呪いに転じる場合があり、それを防ぐために、術師を殺す際は呪力を伴う攻撃をしなければならないとされる。一匿死刑の実行、任務先に関する情報は全て開示されると、様々な液見が許されている一方、原則として、非術師を呪い殺することは禁じられており、破ったものは、 呪術規定9条に基づき、図書士に指定され、処刑対象となる。種類の中に見られていると気づいた瞬間に襲ってくる個体が存在するため、サングラスやメガネ等で視線を隠すものが多い。実力に応じて4級から1級、特級に階級分けされており、同じ階級の種類と比較した際は、呪術師の方が強い。そのため、高専関係者の呪術師には、 基本的には、自らの階級以下の種類に関する任務が割り振られる。なお、階級はあくまで術師としての実力を表すものであり、階級が高いほど、高専における権力が高いというわけではない。大抵の術師は二級や、準一級で頭打ちになるため、一級にたどり着ける、ものは少なく、危険、機密、高級も、準一級以下よりも一級の方が高い。 そのため落眼寺は、一級を規格外の特級に代わって他の呪術師、呪術界を牽引していく存在と考えている。また、二級呪術師は、高戦一年でも呪術師としての単独活動が許される。昇級するには推薦が必要だが、教師は受け持ちの生徒を推薦できない。推薦された後は、現役の一級、 または一級相当の術師と共に任務を遂行し、適正ありと判断されれば、順一級へと昇格する。その後、単独での一級任務に指名され、任務の結果によって、正式に一級へと昇級できる。呪術手令を払うための戦術であり、使用すると、残へと呼ばれる呪力の痕跡が残る。呪術師だけでなく、一部の手令も使用する。呪術は、 多種多様で、術師の数だけ払い方があると言われる。また、呪術においては、縛りと呼ばれる制約を設ける必要があり、破った場合は何らかの罰を受ける。縛りの中には、稀に自分の意志とは関係なく、先天的に体に課されるものもあり、このような縛りは、天与呪縛と呼ばれる。天与呪縛の代償は、大きい反面、強大な力を得られる。また、 利害関係によって他者ととともに縛りをかすこともある。術式呪力を流して発動する特殊能力であり、正徳術式と結界術の2種類がある。呪力を電気に例えると、術式は電気を流して使用する家電にあたる。術式の有無や向き不向きは生まれつきで決まる。作中では、術式に対して呪術という単語が用いられることが多く、 作中で単に術式という場合、術師が先天的に持つ生徳術式を指す。生徳術式のうち、術式順点は、負のエネルギーである通常の呪力を流して発動する。これに対し、反転術式は、本来、負のエネルギーである呪力を掛け合わせることで、正のエネルギーを生み出す高等な呪力操作であり、名前に、術式とあるが、術式ではない。 この性のエネルギーによって人間を治癒することができる。ただし、習得するのは非常に困難で治癒の規模にも個人差がある。また、この性のエネルギーを流して発動させる術式は術式反転と呼ばれており、順転とは逆の効果を生み出す。術式順転と術式反転の複合を複合させることで挙式と呼ばれる術式が出来上がる。これとは別に、 拡張術式と呼ばれる術式も存在する。術式は遺伝することがあるため、一部の術師の家系では、強力な術式を、送電の術式として構成に継いでいる。式紙は、術師の呪力で構成された化身であり、使い手の指示に従って、相手を攻撃し、術式を解除すると消滅する。聖徳術式を持たないものでも、簡単なものを作ることは可能。呪力を宿し、 自立可能な無生物は、シュムクロと呼ばれており、自然発生するものは、種類のように人間に敵対的な態度をとる。シュムクロは、心臓となる核を持たせたものを人工的に作り出し、式紙のように操ることも可能である。シュムクロの中でも、使い手の直接的な意思で操作されるタイプのものは、傀来と呼ばれている。また、聖徳術式の一種である、 高霊術は何かしらの霊媒に霊を下ろし、その力を得る。下ろす霊の名前を言う際は、より出生に近い名前を使うことがセオリーとなる。結界術指定した空間の内と外を分け隔てる。結界を作る術式。自分の中に術式を霊から構築し、言霊に乗せた呪力を流して発動する。基本的に、呪力が一定量あれば努力次第で習得できるが、 無気不無気が激しく、結界術を習得していない実力者も多い。閉じ込めることに特化した結界は、領域と呼ぶ。領域は、内からの体勢を上げているため、逆に外からの力に弱く、侵入することがたやすい。結界自体には、質量が備わっており、結界と結界の間に閉じ込められると、最悪圧死する、呪物呪いを込められたものは、呪物と呼ばれ、威力。 効力によって四級から一級、特級の等級に分けられている。物体として現存する呪物は、種類が特に発生しやすい学校で魔よけとして、使用されている場合もあるが、本質は、より邪悪な呪物で、他の呪いを寄せ付けない悪臭に過ぎず、経年によって封印が緩み、呪いを呼び寄せ超えさせる餌に転じたものもある。なお、呪いを宿した武器は、呪具と呼ばれ、 重力を持たない人間にも扱え、呪いを払うことができる。呪いをメインテーマとした本作においては、主霊と呼ばれる具現化した呪いと呪術師たちとの戦いが描かれる。書は、敵と味方が同じくネガティブな感情である、重力を用いている点に触れ、単純な善悪二言論で終わっていないと述べている。沢田は、本作の第一話について、過去の ジャンプ作品よりも構成が複雑すぎると指摘している。例えば、ワンピースの第1話では、海賊に憧れる少年、ルフィが悪魔の実を食べて、ゴム人間になるも自らの未熟さを思い知らされ、成長してから海に出るという内容であり、物語を通じて、世界観やキャラクターが明確に描かれている。一方、本作の第1話では、主人公、イタドリ、 久人の超人的な身体能力や呪いと呪術師の関係などの大量の要素が詰まっていることに加え、いたどりとオカルト研究会のやりとりなども描かれいるため、初見の読者が理解しきれずに、重要な要素であっても読み飛ばしてしまう恐れがあると、沢田は指摘している。また、多くのジャンプ作品では、第1話で気象転結を明確にする一方、本作の第1話では、 イタドリが呪いの王、両面スクナに乗っ取られたところで終わるという、クリフハンガーの手法が用いられている。第2話では、スクナに乗っ取られたイタドリが、一口刑を言い渡されるものの、スクナを取り込む体制があるという理由から死刑が延期されるまでの様子が描かれており、同エピソードを通じて、呪術と呪いの関係といった、世界観についての基本的な説明がなされており、沢田は、 こちらが他の漫画における第一話らしい内容となっていると指摘している。さらに、板取ドが呪術師養成期間、東京都立呪術高等専門学校に編入する第三話以降は物語にスピード感が出る。沢田は読者がじっくりと面白さを感じるようにするため、あえて第一話でこの手法を用いているのではないかと分析している。主人公の高校生。 イタドリ・ヒサヒトは、自らの死に対しては達観しており、それは祖父を見取る場面などに現れている。同時に、彼には、正しい死を望む行動理念があり、展示を全うする前に人々を殺す、種類に対しては、激しい敵意を向ける。映画ライターの書は、物語の序盤から死に対して達観した態度を見せる、キャラクターは異例であると、 現代ビジネスに寄せた記事の中で指摘している。一方、作者の芥見は、イタドリのキャラクター造形の経緯について、親近感や頼もしさを感じるような、近所にいたらいいというタイプを想定したと、自身が審査員として参加したジャンプ新世界漫画賞の連載企画にて、読者の質問に答える形で明らかにしている。同時に、芥見は、自身が、 苦手とする少年漫画の主人公らしさをいったどりに押し付けたとも話しており、当初は彼のことを好きにならないだろうと思っていたが、新人戦から少し好きになったことも明かしている。レ霊たちは人間の負の感情から生まれたという設定であり、その行動規範や命に対する価値観は人間と大きく異なる。このため、レ霊たちが一般人を殺す場面は、 あえて軽く描かれている。同時に、人間の死を軽んじる。種霊たちは、取りの生き方や心情を侮辱する存在でもあり、対立構造が出来上がっている。例えば、特急種霊の一人である真人は、人間の魂に触れて、武器や改造人間などに加工する能力を持っている。一方で、悪民の担当編集者の片山は、種霊たちについて、 欲求に対して素直な存在として描かれているため、心象を描く場面はあまり必要ないかもしれないと、インタビューの中で述べている。さらに、片山は、悪民が彼らを完全な悪として描いているわけでは、ないとも話している。キャラクターの造形にあたり、悪民は、高校時代の受験勉強の小論文対策で得た、最初の一行で、読み手の心をつかめというアドバイスを意識しているほか、 読者にとって新しい視点を与えるキャラクター作りを心がけていると話している。一方で、キャラクターの設定を固めすぎて、自らの思考の切り売りになるのを防ぐため、設定は最小限にしているとも述べている。例えば、呪術師の一人である7回は、脱サラという記号と、大まかな過去や動機と性格だけで構築されており、彼の口から世の中の大半は、 善人でも悪人でもないという言葉が飛び出した時は彼が他人に見えて安心したと悪民は振り返っている。悪民の担当編集者である片山は悪民本人から聞いた話としてブリーチからの影響が大きいとジャンプ、J ブックスとのインタビューの中で明かしている。また片山は悪民が漫画だけでなく国内外の映画や小説やテレビドラマを見ており、 本作の画風や作風は様々なところから影響を受けているのだろうと推測している。賞もスピード感溢れる戦闘シーンが他のアニメや海外の映画から影響を受けていると指摘している。一方、テレビアニメ版で主人公、イタドリ、久人を演じるエノキジュは原作を読んだ際、ストーリー構造が海外ドラマのようだったとスパイスとのインタビューの中で話している。 クジェウェブの沢田は、本作から、過去のジャンプ作品から影響を感じつつも、むしろ、騎士官から、着地点や見せ方をずらして、オリジナリティを生み出していると指摘している。その例として、沢田は4巻、第29話におけるイタドリアンド、七海武の呪術師タッグと、シュレ霊、マサトとの戦いを挙げている。同エピソードにおいて新人は、術式で加工した。 改造人間をイタドリラに消しかけており、この場面は罪なき人間を盾にして主人公を追い詰める行為に相当する。他のジャンプ作品では敵に手出しできない主人公がいたぶられながらも自らの正義を全うするのに対し、本作においてはイタドリが改造人間から話しかけられて一瞬躊躇するものの抹殺する上、いたどりが殺す場面の代わりに戦闘終了後に いたどりが殺人を犯した胸を告げて、人の死について考える場面が挿入される。本作の第1巻は2018年7月の発売から間もなく、重版がかかり、2巻が発売された同年9月までに2度、重版されている。テレビアニメの放送が開始した2020年10月以降は、全巻で重版が加速し、2021年3月発売のコミックスは、 ヒットの指標を超える初版150万部を記録し、2021年6月4日、発売の16巻の初版発行部数は200万部、2021年10月4日、発売の17巻の初版発行部数は215万部を、それぞれ記録している。2021年10月時点のデジタル版を含めた、コミックスる意発行部数は5500万部を突破している。また、 小説版の累計発行部数は2021年2月時点で50万部を突破している。全国書店員が選んだおすすめ、コミック2019では1位、みんなが選ぶツタヤコミック大賞2019では、大賞をそれぞれ獲得しているなどの受賞歴がある。2020年10月3日から2021年3月27日まで、毎日放送、TBS 系列、 スーパーアニメイズムは国で放送された。また、呪術改戦例、東京都立呪術高等専門学校を原作とする劇場アニメ、劇場版、呪術改戦例が2021年12月24日に東方の配給により公開予定。以下の出展は、終演者の本内のページ、書誌情報の発売日の出展としている。ありがとうございます。